霊夢よ。また何かトラウマを植え付けられたの？バレたか。でも今回のはなかなか面白い作品だったぞ。あらそうなの？マリサが面白いっていう作品はみんな面白いから期待しちゃうわね。今回の紹介する作品はこれだ。アポカリプスの砦？そうだ。本作はゾンビが出てくるパニックアクション系だ。ゾンビといえばあの有名なゲームを連想するわね。あんなかっこいいもんではないけど、内容はまあまあ面白いものだった。めちゃくちゃ正直に言ったわね。ゾンビがとにかくグロいんだ。あのゲームもまあまあグロいの出てくるけど、グロさがちょっと違うんだぜ。そうなの？ゾンビものは確かに面白そうだから、あらすじ紹介からお願いするわ。かしこまりだぜ。早速本作の主人公の紹介だ。ごくごく普通の少年である前田義明は、ある日突然無実の罪を着せられて無期懲役の判決を受けるんだ。いきなりすぎてビビるわ。主人公が冤罪？そうだ。そして義明は不良たちが集まる青少年強制施設小蘭学園に収監される。そして学園内でもクセ者と言われる者たちが入っている4号室の官房に、義明は入れられるんだ。そのクセ者たちってどんな人たちなの？室長である吉岡、寡黙な岩倉、冷静沈着な山野井だ。山野井だけあだ名があって通称ノイマンだ。ノイマン、そんなおちゃらけたあだ名のキャラには見えないけど、こいつは人を見下すキャラなんだ。そんな顔してるわね。話を戻すが、学園に収監された吉明は、暴力と理不尽な日常を送ることになるんだが、学園の外では地下鉄構内で検挙した犯人に噛まれ、死んだ警察官のニュースが流れる。絶対ゾンビ登場よね。次第に街の中はゾンビだらけになり、ゾンビは学園内にも到達し、吉明たちは謎のゾンビたちと戦っていくというあらすじだ。結構早い段階でゾンビが登場しそうな感じね。そうだな。それに冤罪で収監された吉明がかわいそうでならない。でもある意味ここにいたから助かった説もあるんじゃない？確かにそれは言えるな。それに一緒に行動するのは不良といえど罪を犯した奴らばかりで、逆にいろんな面で頼りになるんじゃないかと思いながら読んでいた。なんかあのゲームに負けないくらいの面白さを期待しちゃってるわ。その期待は裏切らないと思うぜ。ただ気持ち悪いゾンビたちが出てくるからそこの覚悟はしておいてくれ。わかったわ。あらすじ紹介でも話したが、主人公である吉明は冤罪で強制施設の小蘭学園に収監される。そしてその施設で絶望的な日常を送っていると、吉明たち4号室組と対立している8号室組が食事中に喧嘩してしまい、騒ぎを聞きつけた看守に罰として、運動場100周を命令される。100周ってえぐいわ。吉明が走っていると、上空を不気味に飛び回るカラスの群れから何か落ちてきたのを発見する。カラスに糞を落とされたらウケるけどね。落ちてきたのは糞ではなく、人間の耳だったんだぜ。なんでこんなところに耳？その時、運動場に護送用車両が突っ込んできて、車から血まみれの男が出てきたんだ。もうやばい匂いがプンプンするんだけど、見張りの看守がその男を医務室に連れて行くと告げるが、車の運転席にはまだ血まみれの人が乗っていて発狂する吉明は異変に気づく。車の前でくちゃくちゃと音を立てながら見張りの看守を食っている男がいたんだ。これが、ゾンビ。にしてもえぐいゾンビね。右目の向きがおかしいわよ。状況が飲み込めない吉明たちの目の前でゾンビは、一人の青年の顎を掴み引きちぎりその肉をまた食ったんだ。それを見た全員が叫びながら逃げるが、吉明は恐怖から動けず、ゾンビに食われそうになるが、岩倉がゾンビを素手で倒し助けられた。いや、岩倉の方が怖いわ。それから瞬く間に感染は広がり学園内はパニックになり、学園の外の世界も感染が広がり大パニックになっていた。いやもう、あのゲームのまんまじゃない。この騒動に乗じて家族の様子を見に行くという吉明に、4号室のメンバーも行くと告げ、街に出て車を借る。外に出ても周囲はゾンビだらけじゃない。そして吉明の家族もゾンビになっていてまたまた絶望する吉明。もう絶望しかないわね。生きるために学園に戻ろうとする4人の前に、ゾンビが1箇所に集まり積み重なっている光景が広がっていた。ゾンビの巨大な塔？こいつはクソでかい割に移動もできるんだぜ。気持ち悪いわよ。キモいゾンビ塔の正体は次に続くぜ。ゾンビ塔を前にした吉明たちは逃げようと車を走らせようとした時、吉明が車から降りて、もううんざりだと言ってゾンビに向かって銃を構える。いつの間に銃なんか持ってたのよ。すると目の前に挑発の不気味な男がゾンビ塔の上に乗って現れる。なぜに全裸？
男の目には黒目が3つあるんだが、その他の見た目は普通の人間のような容姿だ。黒目3つって妖怪じゃない。ヨシアキが男に向かって銃を撃ち込むと、ゾンビ塔が崩れやっつけたと思われたが、ヨシアキが車に乗ろうとすると吉岡がヨシアキの背後を指差し怯えていた。主人公食べられるー。吉岡が車を急発進させると、ゾンビたちは一斉に吉明に敵意を剥き出しにして襲いかかってきた。ゾンビなのに走れるの？走れるし、空からも降ってくるぜ。キャー。ビルから飛び降りてきてるだけなんだけどな。吉岡の運転でなんとかゾンビを負けた一行は、シャバに出れたけど湘南学園に戻ることにしたんだ。シャバよりまだ学園の方が安全かもしれないわね。そしてある地下駐車場でさっきの黒目3つの男にゾンビたちが群がっていた。え、何これ、食われてるの？食われてるのかわからないけど、とりあえず気持ち悪いだろ。うん、キモい以外ないわね。そして男は吉明が放った言葉を上言のように繰り返していた。不気味だけど絶対ボスキャラなのは間違いないわね。それにゾンビのくせに顔が綺麗すぎるから腹立つわ。そこなのか。それから吉明たちは武器調達のために自衛隊の駐屯地に向かう。なるほど、考えたわね。駐屯地もゾンビにやられてしまい、そこらにはゾンビや人間の死体だらけ。吉明たちは二手に分かれて駐屯地に入るが、吉明と岩倉は自衛隊の生き残りを見つける。この状況で生き残りがいたのね。自衛隊のおじさんと行動を共にする二人は武器庫に向かうが、それには鍵がいるというおじさん。するとおじさんが、あんなすばしっこい奴らをよく倒せたなという。すばしっこい奴ら？吉明たちは何のことかわからないでいると、おじさんは犬みたいなのがいただろと告げる。え、もしかしてこれにも出てくるの？するといきなり窓が割れて何かが入ってきた。そこにはおじさんの首をくわえた四足歩行のキモいのがいた。想像してたものと違ったー。頭が骸骨じゃない。窓の外にも四足歩行のゾンビがおり、駐屯地はこれらの怪物に占拠されていたんだ。これはちょっと気持ち悪すぎる。おじさんが言ってたのはこれのことだったのね。反対側の窓から逃げた吉明たちは四足歩行のキモい奴らに囲まれるが、岩倉が銃で顔面を撃つ。だが奴らはよだれを垂らしながらニヤーと笑いともぐいを始める。うわぁ、これはえぐい。その間に走って逃げる二人は小さな小屋に避難するが、そこには死にかけの人間が殺してくれと懇願してくる。まだ人としての意識があったのかしら。そして岩倉は銃で彼らを撃ち、吉明はなぜ彼らがここにいたのか疑問に思う。確かに。歩いてここに来たような感じではなかったわね。意図的に集められたんじゃないかと思い外を見てみると、小さな小屋は無数の四足歩行の奴らに取り囲まれていた。オーマイガー。ここは奴らの食料庫だったんだ。二人ともどうするのよ。岩倉は足に怪我を負ってしまったためもう走れないと告げて、吉明だけを逃がし、岩倉は銃で吉明を援護する。吉明は走って逃げるが追いかけてくるキモい奴ら。キモい割に足はとても速そう。奴らに捕まりそうになった時、吉明は上から吉岡に捕まれ助かったんだが、岩倉の現状を話すと吉岡とノイマンは岩倉を置いて逃げようと告げる。岩倉は助けてあげてよ。その言葉に怒った吉明は吉岡に腰抜けと告げ、二人は取っ組み合いの喧嘩を始める。喧嘩をしてる場合じゃないけどね。すると外に一台の車が止まり、四足歩行の奴らに爆弾で攻撃するハッピーを着た男が現れる。お祭り絶対好きそう。彼のおかげで岩倉の窮地は救われる。よかったー。霊夢は岩倉推しになったのか？岩倉が一番かっこいいじゃない。にしても四足歩行は夢に出てきそうだわ。顔がすごいリアルだしな。こいつらは嫌いだわ。岩倉の窮地を救ったのは関西弁を喋る花畑新平と笠原裕二だ。彼らも武器調達に駐屯地に来たといい、吉明たちと行動を共にすることになる。関西人らしい気さくな人っぽいわね。だがみんなで武器を取りに行こうと言っている時、岩倉が花畑の装甲車の奥に布が被せられた檻を見つける。装甲車に檻？布をめくるとそこには、包帯ぐるぐる巻きの子供らしき人がいたんだ。絶対危ないやつでしょ。岩倉が顔の包帯を取ると、鼻や口から虫が湧いたゾンビの顔だった。ああ、これはひどい。子供は花畑の息子だといい名前はリクデリックンと呼ばれていた。花畑は吉明たちにリックンは狂犬病のような病気にかかり、医師に見せれば治ると言い張る。悲しい現実ね。すべてを理解した上で花畑や笠原はリックンと共に行動してきたと告げる。これは辛いわね、いろいろと。そして吉明たちは小銃と銃弾を手に入れることができたが、そこでまたもや3つの黒目男と遭遇してしまう。また来たの？2人
再びゾンビ塔の上に乗った彼は前田とつぶやき、ゾンビ塔が装甲車を持ち上げ黒目男は装甲車に入ってきた。いやいや、車は持ち上げられて逃げ場がないじゃない。黒目男はでかい声を上げ、ヨシアキたちの耳や鼻から出血し動きを止めるが、ヨシアキは黒目男の頭部に銃を構える。その瞬間、ノイマンがこいつは殺すなと言って、ボールペンで黒目男の胸を刺すんだ。どういうこと？ノイマンは黒目男が音波で他のゾンビを操っていることに気づき、膨らんだ胸を刺したんだ。ほえー、ノイマンやるじゃない。さらにノイマンは黒目男を施設に連れて帰り研究したいと言い出すんだ。頭おかしいんじゃないの？この時は私もイカれてんなと思ったぜ。施設に武器を持って戻ってきたヨシアキたちは、現段階の施設のリーダーである一つカブトと対等の立場になるんだが、それが気に入らない連中と喧嘩になる。しかし相手の数が多すぎてヨシアキたちはリンチにあってしまう。喧嘩っていうレベルじゃないわよ。耳食いちぎってるし、目に箸刺してるし。だがヨシアキにリンチしていた男が背後から心臓をつかみ出され、その心臓は武士と音を立てて潰れた。まさかのリックンの仕業？そうなんだ。リックンは俊敏な動きと凄まじい力で、リンチしていた男たちを惨殺していく。子供のゾンビでもこんな素早く動けるの？実はリックンは黒目男に操られていたんだ。なるほど、黒目男がまた叫んだのね。まだ胸にボールペンが刺さったままだから大きな声は出せなかったらしいけどな。子供のゾンビでもこんなのされたら勝てっこないわね。黒目男の謎が深まるばかりだろ。あれの正体はわかるの？それが次のシーンだぜ。それからノイマンは黒目男を解剖しボコールと名付けた。ボコール？西インド諸島に伝わる黒魔術の司祭のことらしい。黒魔術？簡単に言うと生きる屍を操るものらしいぜ。なるほど。解剖した結果、ボコールには生殖器や排泄口などがなく、予防接種跡も確認できたことから最近まで人間だったことが判明する。あんな綺麗な顔立ちのゾンビはいないもん。その後ボコールは一度ヨシアキに顔面を打ち抜かれるんだが、奴は猛烈な速さで再生し、新しい頭が生まれてきた。やばい、これはマジで気持ち悪い。逃走を図るボコールにヨシアキたちは奴の首を切断することに成功するが、ヨシアキは新しいボコールの顔に親指を食いちぎられてしまう。主人公、うわーどころじゃないでしょ。感染してしまったヨシアキを助けるため、4号室のメンバーはヨシアキの腕を自分たちで切断し、処置をするんだ。すごい光景だけど4号室のメンバーいい奴らじゃない。それから施設にヘリがやってきて、あの化け物たちを天使と崇める。国連のボイン姉ちゃんが兵士を連れてやってくる。そして彼女たちはボコールのことを光の子だと話す。国連が化け物を崇める？謎だらけなんだけど。そして彼女たちにボコールの死体が見つかり、激しい怒りを買ってしまった吉岡たちは感染者の乱入もあり窮地を脱する。まあ、ボイン姉ちゃんらも頭がいかれてたのね。そして吉明はギリギリ人間の意識を保ちつつ、彼らは坂上という生物学者と出会う。彼女は吉明を新薬のサンプルにしようと解剖しようとするやつだ。吉明はモルモットじゃないわよ。そしてここでボコール最大のトラウマシーンだ。顔と顔がくっついてるわよ。坂上はワクチンを開発するために、あるウイルスを欲しがっていたんだ。そのウイルスは吉明とボコールから取れるんだが、吉岡たちはボコールからウイルスを取り出すことを決め、リックンを吉明が操りボコールにとどめを刺した後がこれだ。ざっくりすぎるわー。もう一人のボコールが登場し、二人は融合し最終的には吉明と同じ顔になるんだ。悪夢だわ。最後は吉明が本当のとどめを刺してワクチンは完成し、吉明にもワクチンが打たれたんだ。吉明助かったのね。だが途中でノイマンは感染してしまい、彼はゾンビ相手に戦って犠牲になるんだけどな。好きではなかったけど、彼がいたから助かったことはたくさんあったわね。最後のボコールのシーンを早く紹介したくて、ざっくりとなってしまったが、トラウマは伝わったか？マリサ、十分よ。吉明の顔が夢に出てきそうだわ。今回は四足歩行がトラウマになりそうね。ノイマンが犬型と呼んでいたが、あれが出てきた時はフリーズしたな。でも吉明たちの友情の絆もジーンときたわね。確かに面白かったわ。キモいけど気になる作品だったろ？どうなるのか気になって一気に読みたいと思う作品だったな。他にもこんなトラウマ作品を紹介している動画を上げていますので、よかったら見ていってほしいです。面白かった。また見たいぜと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。他に紹介してほしいトラウマ作品がありましたら、ぜひコメント欄で教えてほしいわ。では、またね。